皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいまより、童話問題を考える市民の集いを始めさせていただきます。事の顔をしましながら、童話問題を考える市民の集いに、このように多くの皆さんにご参加をいただきました。市民行政としましては、誠に心強い歓迎でございました。ただいまより、人権評価オスカーの優秀賞の表彰を行います。山本さんの作品を紹介します。どうした、行ってみようよ、勇気出し。斉藤さんの作品を紹介します。伝えよう僕の思い、受け止めよう君の思い。
神田市童話教育研究協議会が子ども人権リーダー育成事業として開催した子どもたちによる全ての人が共に生きる町であるための20秒間のラジオメッセージを作る取り組みです。子ども発あなたへ、三田市童話教育研究協議会子ども人権リーダー育成事業ヒューマンプロジェクト空からの報告。私たちは平和を育てるために生まれてきた。人は支え合って生きるから。今年の夏、11人が集まった。小学校5年生から19歳、伝えたいことがあるから、ヒューマンプロジェクト空。あなたは今どんな気持ちですか？子供たち、あなたへ。本日は講師として東京より新須吾さんに来ていただきました。改めましてこんにちは。新須吾と申します。もし許されるんでしたら会場の明かりをもうちょっと上げてもらえますかね。皆さんの顔が見えました。ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきますね。身長は1メートル71センチ、靴のサイズは25センチでございます。すごいですね。で、私が畑の方ね、電車から畑を見ながらですね、あの花なんていうのかなって聞いたんです。白い花でね、すごく綺麗に一面咲いてたんですね。そしたら彼女がね、あれはね、麦の花って教えてくれたんですよ。へーと思って、花と作物とかね、ちょっと一致しないんですね。私はそういう感覚が足りないので、でね、私ね、ああいうね、花とか作物よくわかんないんですよねって言ったんですね。そしたらその77歳の彼女がね、1時間半一緒に喋ってたんですよ。そしたらね、そうですよね、男の方はみんなわからないんですよね。それでね、これはいかんと思いましたね。で、それで5回目ね、すぐ解いた方がいいんです。あとになって金もかかるし時間もかかるしですね、ものすごくね、労力もかかりますから。ね、私ね、女なんですよって言ったのね。ここが面白いんですよ。人間ってね、驚くとね、息を吸うんですね。私ね、女なんですよって言ったら、えっとか止まりそうになったので、ここで殺しちゃいけないと思いましたね。どっちでもいいですとかって言いましたが、まあ、とりあえず今日は自称女で参加させていただきますので、どうぞ最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。ありがとうございました。